ちょっと今日はね、綺麗な場所に散歩しようと思います。目の保養と心のリハビリ。こういうところに。こういうところに来ました、今日。こういうところに。じゃあ、歩いていきますか。どこが撮影スポットなの？綺麗、これなんて花だかちょっと忘れちゃいましたけどなんて花だか忘れちゃったけど、あ、これちょっと離れて撮った方が綺麗かもしれない。そこら辺から撮りますかね。え、ねえ、何これ、めっちゃ綺麗。そう、今日から自粛を解禁しました、ようやく。あ、羽毛ゲイトって花ですね。羽毛ゲート、コリウスってのかな。あ、ピョンサイの下、え、やばいよこれえ、めっちゃやばい。わかります、これ、なんか色の、うまくこれ色が分かれてるんだね。これうまく分けられる、やばいね、これ。うまくそのさ、ラインで植えられるんだね。あの芝桜みたく。たまになんかさ、一個だけ黄色がここにあるとかもないよ。なんかその、綺麗ね。コントラストいい。一本だけなんかはぐれた色もない。すごいまとまってるね。こんなうまく育てられる。やば。てかこれさ、見てるだけで全然リハビリにならない、歩いてないんだよ。うわ、やば。これ今月末か来月の頭ぐらいまでしか見ようじゃないみたいな。歩か、やばい、これ。やばいしか出てこない。もっと写真撮ってこっか。でもなんかこれ下からより上の方がいいのかな、撮るの。なんか撮影スポットみたいなのないんですかね。ちょっと写真撮るときはね、画面止まります。あ、すごい。すごいな、上の方にさ。あれ欲しいね。タンク押さえます。処理棒ないと無理なのか、これ。準備が甘かった。借りようは笑う。いや、もうこれ歩けない、綺麗すぎて。すげえ見えてます。まあ、一応ね、埼玉はめったに俺配信しないんで。OK。埼玉めったに配信しないから、たまにはね、埼玉はいいよ。たまには見しとかないと。もう来週から他県行っちゃうからね。まあ、なんか、一応、どうなんでしょうね。国立公園だからね、ダメかもしれない。ちょっと一旦上行ってみますね。今日のリハビリスポット、リハビリっていうほど今全然足の筋肉使えてないけど、え、めっちゃ綺麗だわ。ヤンクになっちゃう。今日から一応ね、外配信を仮再開ということで。そう、羽毛ゲイトって書いてありました。知ってるんだ、やっぱ花すごいよ。手を上にね、かなり高く上げないと見づらいんだ。こっからも結構綺麗ですね。奥の緑がいい感じしない、芝が。P はさ、ちょっとさ、高等テクニックなんですよ、P は。俺にとってまだ。動画にね、P とか入れるのあれして、まだ俺にとってはまだね、高等テクニックでね、ちょっと、難しいんですよ、あれ。まあね、難しいんですよ、意外と音を合わせるタイミングとかが。
だからね、俺効果音はまだ入れてないですね。効果音はちょっと難しい、俺にはちょっと難しすぎる。今日から外配信をちょっと再開させていただくので、まあ、感染対策をしっかりした上で、一応来週からワクチン2回目が2週間経つんで、来週からは他県に行かせてもらいますけど、今日は埼玉地元で。ありがとうございます。待ちに待った、長かった、もう2ヶ月半ですね今回だけで。今年入って7ヶ月自粛してるんで、もう自粛慣れしちゃってましたけどね、やっぱ外歩くのは楽しいです。まあ、早くちょっと心霊も再開したいんですけど。あ、こっちいらっしゃい。すごい、ワクチンパスポート。なんか最低限のモラルかなと思って、別にいいんですけど、俺の勝手なね、これは自分の考えだけど、2回目打ってからって関係ないんだけど、一応やっぱ最低限2回打って2週間経ってからじゃないと他県には行かない方がいいから。ありがとうございます。あ、これ1個だけちょっと違う。どういらっしゃい。この花秋なんだ。これだけなんかね、ちょっとピンク、わかるかな、結構色が統一されてるんだけど。あ、これもピンクだ。これなんか成長途中なのかな、枯れてんのかな。突然変異か、系統ってそういう、あ、そういうこと系統って鳥のトサカみたい、頭、ニワトリの頭みたいだから、だから系統っていうの、これなるほど、やっぱ勉強になるね外配信ってまあ一応羽毛ゲイトって書いてある、ゲイト。ゲイトって読むんだから、ゲイトらしい、正式には。ピンクっぽいのもあるから、あ、ピンクあれか、あ、やっぱ色がちょっと変化しちゃったのか。あそこにちょっとね、あの黄色のゾーンにちょっと赤出ちゃったみたいのもありますね。ちょっとはみ出しちゃったね、あれはみ出しちゃった。あそこは黄色のゾーンなんだけどね。あ、そうなんだ、ね、あ、そっか、ネモフィラとか、なんか虫が、なんだ、蜂か。意外と人はいない、いないっていうか、なんか敷地が広いから全然密じゃない。じゃあちょっともう一回、ここ帰りにね、こっちで車止めたんで、そのなんだっけ、もう一個の場所行ってみましょう。植え替えるんじゃない、なんかあれだよね、ひたちなかの海浜公園も確かネモフィラとさ、アキコが一緒のとこに咲くから。これコリウスってやつがあるらしい。コリウスもね、今ピークっぽいから、ちょっと戻ります。一回コリウスの場所に来ました。そうね、あのあれがいますね、あれがもう言いそうになっちゃう、言わないと俺じゃないみたいだけど。あ、そうね、階段だったらね、まあでも最初は負荷かけない方がいいかな、足。これすごいね、なんかこれですね、コリウス着きました、2箇所目。すごいね、てかこんなのあったの知らなかった。なんかね、ここら辺の木漏れ日がいい感じ。ちょっと写真撮っていいですか、これどっから撮るのがいいんだろう。とりあえずここから1枚撮るよ。これライブカメラないんだっけ、森林公園って。そういえばさっきスコッチを言ってた。あ、すごいね、なんか木漏れ日がやっぱすごい。この木漏れ日がいいんだね。
ないのか。めっちゃ綺麗。さっきのとこも綺麗だったけど、有幸さんのもいらっしゃる。いい公園。これもいつまでだっけ、見頃。ちょっと中の道行く前に一回外歩きます。花博士じゃないから花には全然詳しくないです。あ、でも8月から10月だ。もうすぐ終わりだじゃん。これでも終わりかけなんだな。何が、葉っぱ全部枯れちゃうんですかね、これ。終わるときって。そう、心霊スポットの配信はね、来週の半ばから自粛を解除しようと思いますので、ぜひいらしてください。何曜日かちょっと忘れてたな。木曜くらいかな。来週の休みどっか。まあ決めてないですけど、何も。これ全部抜くのかな。これでもさ、すごい、ほんと色のなんていうの、この分け方がこんなうまく育つんだね。わかります、この底とか。すごいよ、この分かれ方が。こんな綺麗に色分けできるんだ、植えるときに。綿密にこれ計画を練ってやらなきゃ無理ですよ。この下に何か書いてあるのか。あ、そうなんだ。一年中何か咲かしてるんだ。すごいね。いらっしゃい。ねえ、これ。セミミーコ。泣いてる。あ、ライン引いてるのかね。これ普通になんかこういうメインのものが点在してるプラス、他にね普通の公園っぽいでかいから全然一日過ごせんじゃない。これ、これなんか葉っぱがえぐい。なんて葉、これ、なんかえぐくない、これ。これ何、すごいえぐい葉っぱ初めて見た。なんか緑の中が、どういう元は緑の葉っぱなのかな、これ。何色とも言えない色が真ん中、黒じゃないの。これマンチュシャゲじゃないですね。コリウスっていうのは花だし、花で葉っぱ。電波大丈夫ですか。こっち電波悪いね。下に戻ろうか。あ、これちょっと写真撮ってきて。ここやばい。埼玉にもこんな綺麗なとこあるんだね。これぐらいのクラスだったら俺、あの他県で外配信やるときにちょっと観光で寄ってもいいぐらいのレベルですね。地元だから評価下げてるけど、でもこれもし他県にあったら、これだけのためにちょっと観光配信にね、あの絵を見たら行ってみたいなと思うぐらいのレベルのクオリティはあります。そうね、埼玉ってあんまりねそういうクオリティのある観光地はないと思ってたんだけど意外とこれ、ここクオリティありますね。これさっきのあの羽毛ゲートもそうだけど、ここは金払ってくるだけの価値ありますね。これ駐車場がね、金かかるのと入園料もかかるんですけど、国営公園だから。1000円ぐらいかかるんですけど。懸命かけるか。ああ、そういうこと？保育園ですね。外配信戻すためにいろいろね、機材を新調したり買い足したりしてる最中なんですよ、今。今後ね、今後また普通に配信するためのライトのバッテリーとか、車で充電できるやつとか、そういうのをなんかね、こまごま
安いやつをアマゾンで買ってんだけど、今日の夜に届くようにしちゃってるんで、それまでに家に帰らないとねえ。ちょっと今回はちょっとしょうがないですね、必要経費。今日はね、とりあえずリハビリとして埼玉の森林公園のね、羽毛ゲートってやつを見に行きました。地元埼玉にもいいとこがあるんだなと思いましたね。まあ、ちなみにこのホリウスってやつも綺麗でしたね。こんな感じでした。自粛を解除しますね、これからまたこういうとこやろうと思います。じゃあ。